皆さんこんにちは。まずはじめに先日アップした踏切用センサーの動画にいただいたコメントを紹介したいと思います。大城か吉高さん、読み方間違ってたらごめんなさい。こんにちは。いつも動画を見させていただいております。センサーをクリーニング液で掃除してみてください。私のはそれだけで改善しました。ありがとうございます。早速やってみましたので動画をご覧ください。以上が踏切用センサーを掃除したら直ったという動画でした。それでは。